たも落ち着いて私の話を聞いて。兄さんはどいてろ。このグリューを倒すところをこいつに見せつけてやる。見せつけるだと、この俺様に血迷ったか。じっとしてられるほど俺はお人よしじゃねえ。張飛、もうやめろ。今はこういう時ではない。そうです、今は私たちが喧嘩してる場合じゃないです。黒龍が来ます。人間なんかが恐れもなく龍の聖地に足を踏み入れるとは。佐野か、呂布、あなたもこの巨大な力を感じたでしょう。今はみんなで力を合わせて黒龍の相手をしなきゃ。力を合わせるだとふざけるな。あの龍こそ俺様の長年の喉の渇きを癒し、俺様一人で十分だ。真の力が何なのか見せてやる。あっちゃー、ぶっ潰せ。その程度か。俺に任せろ。港区、この長子様がやってやる。思ったより楽しませてくれるな。だがよく終わりだ。夏の時が来た。冥界の鍵、いよいよ開かれたな。この時を待っていた。お前は、そうか、あいつを連れてきたのもお前だ。だがその程度の妨害ではわしは止められん。すぐに冥界の扉が開かれるだろう。さあ、我がいなかったらそうだったかもな。何、何をしたいのか。止まれ、すぐに止まれ。疑惑の女性から出た光は聖なる者の周りを包み込み、結局聖なる者は破壊されました。そして私たちは全てが終わったと思いました。しかしそんな私たちを嘲笑うかのように、その日からひどい災いが始まってしまいました。壊れた欠片にも微弱な力が残っていたのです。しかも欠片の一部は次元の壁を越えてあなたの世界にまで到達しました。力に酔った人間たちはさらに大きな力を得るために混沌に包まれています。このままでは愛する人が苦しむ姿だけを見ることになるでしょう。そして結局人類は終末を迎えるでしょう。私たちは次元の隙間を通じてこの災いを阻んでくれる人物を探すことに決めました。まもなく彼女があなたの前に現れるでしょう。天君よ、どうか人類の希望となってください。
しく思います。はい、私も嬉しく思います。戦えるのだが、かかってこい。そんな。